はい、ゆかりんですよ。アンコールどうもありがとうございます。いよいよ千秋楽アンコールまで来てしまいましたね。え、やだね。ゆかりもすっごいやだわ。なんかね、いろんなことありましたよ。ツアー今日だけでもいろんなことありましたよ。ね、今グラディチュードでさ、パーンってなったでしょ、特効テープ。ね、リハの時に間違ってパーンって出ちゃってね、1個しかないのよ弾が。でみんなで回収して巻きました。本当にね、本当にもうゆかりも何分前ぐらいまで巻いてたかな。多分ね、着替えなきゃいけないギリギリの時間まで巻いてて、もう親指すごい痛くなるぐらい巻いてて、みんなね、もう本当に全スタッフで巻いて、みんなの愛がこもってる怨念かもしれないけど。でね、でねでね、今日は銀テープはシルバーとピンクなの。シルバーとピンクでしょ。でね、パーンって出た時にみんなで回収だーっつってバーって集めたの。そしたらさ、昨日の銀テープが1本入ってたみたいで、ゴミだと思うんだけど回収し忘れた。それがね、金のテープなのね。で、あった？え、どこ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 ？あ、でね、そのテープに裏にね、ゆかりメッセージを。それね、一本しかないから。あ、すごい、ちゃんと届いたんだ、嬉しい。みんなでマキマキしたからね、指紋とか超ついて輝きが失われてるかもしれないんだけど、そこは許して。なんかさ、結構ルールが、ちゃんとしたルールがあったみたいでね、みんなでさ巻いてってね、絵が描いてある側を内側にしてくださいって言われて、内側にして重ねてどんどん巻いていくの。それを16本重ねて巻いていくのね。でさ、本当は多分機械がやってるんだと思うんだけどね。ほいで巻いてってさ、結構納品してドヤーってなってたら、特攻さんがちょっとしょんぼりした顔で、ゆかりさん、巻き方を教えに来ましたって来たから、え、知ってる知ってる、重ねていくんだよね16本って言ったら、そうなんですけど重ねるのが下なんですって言われて、なんか上にどんどん重ねてったら飛ばないんだって。パラパラーンって、なんか内側にどんどん差し込んで、しかも何センチぐらい開けて内側でどんどん巻いてくみたいなのをね、報告されてね、やり直しだーっつって。で、それを他のスタッフさんのとこにも、すいません、せっかく巻いてくれたんですけどやり直しですって言ってね、本当にみんなで、今日だけしか来てないスタッフの方とかも一生懸命手伝ってくれたみたいで、なんか最後の最後にスペシャルイベントみたいなのが起きて、なんていうのかな、今までも一致団結はしてたんだけど、より一致団結したような気がしたよね。だからみんなね、銀テープが飛んでね、謎のうなずきをしてたと思うんだけど、みんなそれは飛んだねっていうやつだったんだよね。もうね、本当にこうやってどんどん手で巻いてったらさ、ゆかりさん、今割り箸が熱いですって言われて、割り箸？割り箸に巻くと 1.5 倍速いですみたいな、そういう人もね、なんかどんどん現れてさ、みんなで巻きました。もう本当にね、もう会場してたからさ、
お客さんに頼みたいよね一個ずつやってこれたらすぐ終わるのにってね言いながらねやるよってやってくれるとは思うんだけどさ、思うんだけどさ、なかなかねだからね、このビッグイベントみんなも参加してほしかったけど、なんていうのかな、これはゆかりたちだけの楽しみみたいな、羨ましいでしょ羨ましいよね。赤ちゃんも巻いてくれたよね。赤ちゃん割り箸が熱いですって言いに来てくれたもんねでもね、割り箸で巻いてるのとゆかりの速さあんま変わんなかったんだよねそうなんですよ、すごい楽しかったです最後の最後に本当に、なんだろうな、うん、なんかそのおかげであんまり緊張せずにステージ上がれたかもしれないね。はあ、終わっちゃうのやだな。やだね。ねえ、本当に。もう一周できない。もうヨロヨロです。もうちょっとみんな、ユカリンは17歳なんだからね。なんかこの言い方おかしいけど、17歳なんだよユカリンは。もうね、ヨロヨロですよ。でもさ、まあゆかりんも17歳の老体に鞭を打ってやってますけど、みんなもね、どんどんおじさんになってきてるもんね。でもなんかね、見渡す限りね、そんなに年を取ってるように見えないんだよね、みんな。なんで？あれかな、今日はさ、特別な日だからさ、みんななんか楽しいからなんかこうニコニコ笑ってるからさ、若く見えてさ、会社とか行ったらさ、もうお前にはワカメで払う価値もねえって言われてね。でもそんな、なんていうのかな、楽しいこともあるかもしれないけど、退屈な毎日を乗り越えて今日ここに来てくれて本当にありがとうございます。はい、ということで名残惜しいですが次の曲に行きたいなと思います。